皆さんこんにちは。非常識な教室集客コンサルタント高橋貴子です。本日の教室改善心のヒント集のテーマは完璧主義を捨てよう、すいません噛んじゃった、完璧主義を捨てようっていう話をしたいと思います。ですね、完璧主義っていう方はもちろん責任感が強くって、長女気質だったりとか人に頼るのが苦手、甘えるのが苦手みたいな人が割と陥りやすい内容なんですけどね。私もそうだったからっていうところでわかるんですけれども、お仕事とか、まあ、教室面もそうなんですけどね、一人でやりきるっていうのはやはり難しいですよね。家族の理解と協力だったりとか、あとはなんだろうな、生徒さんにサービスは提供しているものの、まあ、一緒に作っていくっていう部分もあるじゃないですか。教室って楽しく運営するためにね。だから頼っちゃいけないって決めちゃうと結構しんどくなっちゃって疲れちゃって倒れちゃう方、必死にやりすぎないということですね。なので当然教室をやってない時間では妻であり母でありっていう時間もあるわけなので、そこは全てが完璧っていうことを目指すとですね、無理がたたって続かなくなりますよね。だから教室運営もそうなんですけど、自分は先生としてのもちろん威厳を保ちたいとかそういうのはあるのは OK なんですけれども、まあ、生徒さんに甘えられるところは甘えた方がいいですよ。で、生徒さんもその方が嬉しい場合もあります。例えばみんなでねイベントをやるとかっていう時に自発的に私受付やりますとか、私何かお手伝いすることないですかって言われた時にはもう大いに甘えた方がいいですね。自分でやるよりもこうみんなで作っていく方が楽しかったりするので、そういう時はね甘えた方がいいし、あと言われてない時とかでも頼りすぎるっていうところまでじゃなくて構わないので、こういうのはこう手伝ってほしいなとか、それは口に出してねちゃんとお願いをするっていうことでうまく回ることがあるんですね。見てると心が疲弊して辛そうな状態になっちゃってニッチもサッチもいかなくて悩んでるっていう先生は割と完璧主義の先生が多いかなっていう、責任感が強いからそうなるんですけどね。で、割と責任感が強い人っていうのは教室だけじゃなくてもちろん会社とかでもそうなんですけど、きちんと仕事をやるんですよね。でもその分自分を追い詰めてしまう人が多いから、そこは頼っていこうよっていうことをお伝えしたい。それが結果として教室が上手に回っていく一つのコツだし、私の個人的な持論では、そのレッスンっていうのは確かに先生が提供するものなんだけど、集う人がパーツとして揃った状態でレッスンの空気感って作っていくものだと思うので、参加してくださる方もそのレッスンの空気感と雰囲気を作る大事な要素の方たちなんですよね。だからこちらから一方的に教えるっていうんじゃなくて、一緒に空間を作れる人として参加してもらいたいなっていう人を集めるのか集めないのかっていうところにも関わってくるかなというふうに思ったりしますので、そのあたりをですねぜひ、ご理解いただいて、完璧主義じゃない状態、パーツが整って、ないしは誰かと一緒に作ってそれができていくっていう、そういう考え方も柔軟に持つともっと教室で楽しくなるんじゃないかなと思いますので、そのヒントにお使いください。それでは。